ってきちゃったった。入れるの忘れてた。早く。皆さんこんにちは、みきまるです。今日はですね、夫が実家に帰ってしまいました。今回ですね、夫が実家の方に今帰っていてって言っても1日2日ちょっとね、実家のお母さんの方に行っていて、今日は夫がいない夜を撮影してみたいと思います。我が家は結構夫がいない日ってあんまりいなくってあのね、やっぱりね、仕事柄結構日が暮れる前に仕事を終わって帰ってきたり、あとは現場の進み具合で急にお休みになったりとか、お昼から行ったりとか、まあお友達とたまに夜出かけたりっていうのはあるんですけど、泊まりでいないっていうのはあまりないかなっていう感じなので、今日は夫がいない夜を満喫していきたいと思います。別にいないからって特にこれといってやることもないし、もう子供も小さくないのでワンオペとかそういうこともないし、なんかそうだね、みんな何やってんだろうね。とりあえず今日は王将を買ってきたので、王将を食べて、そうだな、ビールでも飲もうかなと思います。で、次男は今日は帰りが8時過ぎになるということだったので、一応王将は買ってきてあるんですけど、私はもう先に食べちゃいます。ということで、店主元気で留守がいい、スタート。とりあえず着替えよう。はい、ということで今お風呂に入ったわけじゃないんだけど、ちょっとね、顔をね軽く洗ったんだけど、水でバシャバシャって洗うだけでもエアコンの風とかですごい乾燥するから、これ無印のクリアケア化粧水を顔をさーっと水洗いした後にスプレーしてます。この上のスプレーのやつは取り替えることができるので、これ別で買いました。もしもし、とりあえずビール。ああ、うまい。はあ、イエーメーちゃんホーリーデイズバット。熱っ、ビール飲んだらめっちゃ汗かく。それでは皆様、いただきマモス。王将のチャーハンってめっちゃ美味しいよね。うまい。餃子にはビールじゃろうが。酢豚。私結構王将の酢豚が好きなんですよね。うちの次男は大体天津チャーハンと唐揚げ、あと餃子を食べてるかな。チャーハンもパラパラで美味しい。やっぱり無言で食べ続けてしまう。なんかさ、汗が止まらないんだけど、やばいね。ビール飲んでるからかな。でもこんなにさ、ビール飲んで汗かかない。痛い。まあ今日は夫がいないわけですが、決していてすごい嫌だみたいなことはないんだけど、やっぱりたまにこうやってイエーイみたいな、一人みたいな感じって味わいたいよね。よく小学校の高学年ぐらいの時に、もうさ、なんか一人っていうことが恐怖とか全くなくなって、家族がちょっと出かけるとか言うと、イエーイ一人みたいな感覚、たまらないよね。
夫婦仲良しでいる秘訣ありますかっていう質問を結構いただくんですけど、違う環境で育ったわけでしょ。価値観とかさ、今でも合わないよね。そもそも男と女ってもう全然違う生き物だからさ、決して仲が悪いとかはないけど、結構1年に1回大喧嘩するし、常に小競り合いはする。ただ会話はすごいするかな、まあ、一方的に私が喋ってるだけなんだけど。そうそう、うちは、まあ、私がおしゃべりっていうのもあるんだけど、すっごい喋る、すっごい会話をするようにはしてる。でも会話が増えればやっぱ喧嘩も増えるわけで。どうせなんかこの先も一緒にいるんだったら、嫌な気持ちでいたくないし、楽しく生きたいじゃない。なるべくお互い歩み寄る思いやりの気持ちは持っていた方がいいかなって思うけど、でもやっぱりさ、すぐイラってしちゃうから、私も向こうも多分すぐイラってするのよ、 B 型だから。カチンカチンカチンってなるからさ、まあ夫なりに私とこうぶつかり合わない努力は多分あの人してると思う。なんか結構子供が小さい時の、あの時やってくれなかった、この時やってくれなかったとかって、女の人ってめっちゃ大きいじゃない。まあさ、そんなこと言ってもしょうがないよなって思いながら、その小さな火種を噴火させないように、常にスルースルースルー、避けて避けて避けて。みんなのお家はどうですか。まあ夫婦の形もさ、もう人それぞれだし、その家庭の価値観っていうのがあるから、一概にこうみたいのはないのかもしれないけど、まあ言うてもさ、あと 2,30 年の人生じゃない。楽しく生きたいよね。たまに編集はどうやってやってますかって聞かれるんですけど、私は iPhone を2台持ちしてます。一つはカメラ専用として使ってる iPhone、 通話機能とか何にもなくって、 LINE とかも何も入れてないやつ。もう一つはもうプライベートで使ってる iPhone です。編集アプリをダウンロードして、もう YouTube 始めた時からずっとスマホで編集してます。ただスマホでもちろんアップロードもできて編集もできるんだけど、最後のところだけどうしても、まあ、私の場合はですよ、パソコンで設定しないといけない部分があって、 iPhone のカメラで撮影して Perfect Video っていう編集アプリをダウンロードして、それで編集して、最終的にアップロードするときはちょっとパソコンで設定してアップロードするみたいな形です。もし主婦 YouTuber を目指している方がいらっしゃったら、ぜひ参考になれば嬉しいです。うんふん、肌が柔らかくなったところにコスメデコルテのリペアセラムを塗って、サボリーノの朝用マスク、朝用ってもう夜なのに、なんかビタミン C4 種類入ってて初めて買ってみたんだけど、いつも使ってるやつは夏だとちょっとね、保湿があまりにもすごすぎてベトベトになっちゃうので、初めてねこのビタミン C が4種類入ってるっていうのを買ってみたんだけど、さっぱりすぎずしっとりすぎずっていうところで使ってます。この香りも別に悪くないんだけど、一番私的に好きなのはサボリーノのあの紫のやつ、朝用マスクのなんだっけ、ベルガモットの香りかな、あれが一番好きです。あーちゃん倒れてる。あーちゃんタイム。お風呂入ってます。あーちゃん、あーちゃん、あーちゃん可愛いね、あーちゃん可愛いね、あーちゃん。
こらせ。スリーコインズで買ったソーイングセットです。こんな感じ。母さんが夜鍋をしてズボンを裾出ししてくれた。老眼鏡、いやもう一瞬で終わらせたい。縫い物とか全然嫌いじゃないんだけど、やっぱりさ時間がないとねって感じじゃない。あーもう眠い。よっこい小一。あーとりあえずこの山盛りの洗濯物を畳んで寝ます。